さん、こんにちは。寿司忍者です。さあ、今日はですね、前回、くら寿司、日本で一番有名な寿司チェーン紹介しましたが、今日は自宅で寿司を食べる方法、まあ、日本人がみんなね、寿司買うところを3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目、デパ地下。はい、駅からね、直結で大きなデパートには大体地下にね、こういうフードショップっていうのがあるんですね。で、ここに寿司が売ってるんで、早速行ってみましょう。今回は渋谷のヒカリアっていう店に来てます。で、そのまずこれがいなり寿司。いなり寿司、これ、まあ、いなり寿司ね、大豆でできた揚げの中に寿司が入ってると。味は甘辛いかな。サバ寿司、これがうまいんですよ。これがサバ寿司。けど今日はこれじゃない。トトシ、いっぱいありますね。マグロたっぷり握り、マグロ、カニ、タイ、ウニ、エビ、ホタテで1390円。うん、どうこれ、ちょっと高いな。高いな、これいいやつやね。いいやつやな、これな。うん、これだいぶええやつやな。これはちょっと置いとこうか。ここは高い。これとかやったらいいんじゃない。握り10貫セットで、これとかやったら780円。でマグロとタイかな、でエビ、イカ、卵、サーモン、カンパチでホタテで、これが多分あれかな、あのうなぎか、アナゴ、アナゴやな。あと日本でよく食べられるのは鉄火ですね。鉄火、このマグロの、マグロをたたきにして、まあ、巻いてるっていう、これ鉄火巻きって言うんですけど、まあ、これが10パックかで1000円。大きいね、これね、普通のやつより。うん、そう、良さそうなマグロ、良さそうなマグロ、本マグロ、美味しそう。本日のおすすめリコメンド商品らしいです。いろいろ入ってるやつがいいかな。そうやな。いや、買う前にね、こっちにもね、実はこれとか、うわ高そうやな。これすごいよな。これ刺身ですね、お寿司じゃない。はい、いろんな刺身が入ってて1780円。高い、米なしのが高い。結構高い。今日美味しそうやなこれ、うん、光り方が違う、うん、新鮮そう。はい、こんなのがあったりとか、もうちょっとちっちゃいのに言うと、ちょっとかも刺身3点盛り合わせ、うん、タイかな、マグロ、これあれじゃ、ノドグロじゃね、うん、けど1380円、まあ、なかなかいい値段しますね、うん、量に対しては、まあ、こんな感じでいっぱい種類ありますが、こっちかな、寿司かな。ちょっと本当はこれ行きたいんだけど、本当はこれ行きたいんやけど、お金がないから。お金がない。どこの？こんにちは。上に。980円。1000円以内で買える。こっちにしたい。はい、というわけで、デパ地下で美味しそうな寿司1個もゲット。980円なんでね。はい。じゃあ次、行きましょう。はい、2か所目、コンビニです。はい、今コンビニに来まして、ここにも寿司があるんで見に行きたいと思います。よいしょ。
寿司はさっき見たネギトロ巻きと、もう一個いなり寿司、めっちゃ安い200円と、これが400円。うん、で他はもう全然お寿司はないんですが、おにぎりね、おにぎりタイプのお寿司とか、こっちね、牛いなり寿司、まあ、こういうお寿司は置いてます。じゃあこっち買うか、うん、コンビニのお寿司はネギトロ巻きで、はい、こっち買います。はい、というわけでコンビニではネギトロ巻き、これゲットしました。ね、コンビニ24時間やってて、まあ、価格はかなり安いんですけど、種類は全然ないですね、うん、はい、じゃあ最後行きましょう。じゃあ最後スーパー、じゃあ見に行こうか。すごいうまそう。高いな。980円。マグロ。安いね。うん、半額ぐらい。デパートでこれで。こんなのもある。自分で切るタイプ。このサイズ1980円。これすごいね。デパートと同じ値段、980円。これにします、うん、他にはこんな感じでいっぱい。これとかすごいね、1500円でこのサイズ。普通に食べたい、普通に食べたいな。結果この量で528円。あ、コンビニのやつ。コンビニ400円。400円。え、これ400円。コンビニこれ525円。安いな。この量で1520円。1500円。これパーティーできるな、うん、これすごい、ね、美味しそうやな。美味しそう。ここではこれにします。見て、安っ。こんだけ入って1280円、20貫。これはいいんじゃないですか。スーパー最強説。納豆とかもある。納豆とかもいける。面白い、うん、納豆巻き、納豆ね、食えるかな、みんな。はい、というわけでスーパーではこの大きさ、はい、これが1280円でゲットすることができました。じゃあね、早速家に帰って食べ比べしてみたいと思います。じゃあ忍者の家にレッツゴー。はい、というわけで自宅に帰ってきました。これがデパートで、これが、コンビニで、最後でかい、これがスーパー。一個ずつちょっとね、食べて実食していきたいと思います。じゃあデパート、どれにしようかな。じゃあマグロ、いただきます。
くら寿司で食うのとあんま変わらんね、味は。うん、しっかりマグロの甘さとシャリ、ご飯もしっかりとね、炊きたての感じがあるんで硬くないし、美味しいです、これはめっちゃいい。じゃあ次いただきます。うん、これもうまいわ、美味しい。ちょっとご飯が冷たくてちょっと硬いんだけど全然美味しいです、これ。じゃあこれはタイをいただきたいと思います。悪くないね、うん、だからこの量で1200円なら安い。ただちょっとね、このデパートの寿司と比べると米がちょっと硬いで、身がネタがちょっとね硬いね、うん、だからちょっと安価、ちょっと安い。まあでも全然美味しい、うん、普通に食べれる、美味しく食べれます。さあというわけで本日は3つ寿司をゲットする方法をご紹介しました。日本に来た時ね、こうやってデパート、コンビニ、そしてスーパーでお寿司を買ってホテルでお酒を飲みながらみんなでパーティーなんていかがでしょうか。それではまた、バイバイ。